高層儀高層儀後期十四年七月三日は、中国民末、新書の受学者。字は不登記。号は、南がりナシス。昇降付与、要県の出身。民の滅亡に際して、阪神運動に参加するが後に故郷に陰性して、学術に没頭。陽明学派の立場から実証的な思想を解き、高渉学の祖と称された。王陽明とは同郷にあたる。 父の孝武ケは、民末の党林党の指導者の一人として知られ、1626年に、時の権力者で、党林党に対抗する、安党を従えていた、義中権の弾圧を受け獄死した。構想義は、党林党の精神を引き継いだ、政治結社また社に、参加、1644年に、理事政によって、民が滅び、清志が、中国本土に侵入してくると、 凶利の指定を組織して、義勇軍を結成、慎重支配に抵抗した。彼は、老師も海の政権に協力し、1649年には、長崎を訪れ、日本の江戸幕府に、阪神の援軍を要請している。この時の要請は果たせず、結局阪神また民の運動は断たれてしまい、以後は、故郷で著述に明け暮れる日々を送った。清市からは、 白学大取氏か替え小教を受けたが彼はこれを誇示した。ただし、真の民主編纂事業にあたっては、自身の代わりに、息子の気百科と弟子の満覚度を赴かせている。これは、民の国難に準じた諸子の歴史を後世に残すという意図があったと言われる。高葬儀は一代の陽明学者である劉宗州に支持していた。自身は陽明学者であったが、 民末の陽明学差派が陥った関連だけで事物を論じる空嘘な学問には否定的であった。実証的な学問、すなわち実践を尊び事実に即した学問を説いた。その学問は単に歴史学にとどまらず、経学、地学、数学などの各分野にわたり、交渉学の中でも窃盗学派の祖と称される。代表的な著述を見ていくと、例えば1663年に、 民、エビスマチ録を表している。東林党及びまた者の影響を強く受けた政治思想の中から政治、制度、経済、軍事、学問などあらゆる角度から理想の国家のあり方を説いた。彼は民や真に見られるような皇帝独裁の先制政治を批判し、孟子に基づくような皇帝と進化国家と人民の存在を論じた。 1676年には、明治学案を表した。明を代表する数多の学者の列伝、思想、批評を体系化したもので、中国において最初の体系的学術書と称される。さらに彼は、明の前史である、そう元の思想史である、草原学案の著述に取りかかるが完成を待たずに、病没、門人の前祖のぞむらが追放を行い、 さらに同行年間に本位が行われている。このほか明文会、民主案、大統領水法、指名やましなど、彼の博学は、その多数の著書に生かされている。彼の、民、恵比寿町法録は、儒学の範疇で述べられた、現実の政治システムの改革案であり、先制政治を批判しても、決してそれが君主制の全否定につながるわけではない。しかしながら、当時としては、 革新的な思想及び反身運動の前歴から真の権利予定によって民、エビスマチ録などの著書が禁書となるなどの迫害を受けている。新末になって革命派の手により民、エビスマチ録は革命思想の宣伝や民主主義の経典として利用され、抗争義は中国のルソーと称されるようになる。その後も中華民国において5.4運動などの 学生運動でこの著書はよく引用された。ありがとうございます。